甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの11回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはタイガースの先発岩田が甲子園のマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがその打ちました。これはどうだ。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている三好。2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。マウンド上岩田、そしてキャッチャーは山田。このバッテリーをカープライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ライト掴んで2アウト。バッターボックス鈴木、2アウトになっています。この回の岩田4球で2アウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。ファウルになります。次が3球目。これもファウル。ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。なるほど。さあライト方向を流しました。一二塁間を破る。これで7試合連続安打。2アウトランナー一塁。バッターボックス高山、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のカープは3位です。変化球で空振りを取ります。三振を奪ってピンチを脱しました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。守ります。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の菊池。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは岩城。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが触れてるんだと言ってましたね。はい、さあ今日も続けることができるんでしょうか。相手を0点に抑えてこれから1回の2球目打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。レフト見送った。先制ホームランです。タイガース、初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは2番に入っている戸岡。昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。ええ、さあアウトコースボール。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。三好、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは4番ドイッチ。昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。タイガースダブル初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。西川が掴んで3アウトです。2回の表
2回表に入ります。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスには5番菊池。2試合当たりが出ていません。さてタイガースの先発は岩田、昨シーズンは未勝利に終わっています。前回の登板は9イニング投げて自責点1、プロ初登板初先発、そして初勝利もマークしています。打ちました、打球はレフトへ、ここは打ち上げています、レフトが取りました。6番バッターピレラ、2試合当たりが出ていません。岩田、まずは先頭バッターを打ち取っています。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライク、三振になります。バッターは7番に入っている西川、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か、直球ストライク、あっという間にツーストライクです。外れていきます。次は勝負ですね、決め球をいいところに投げる。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回の裏になります、タイガースの攻撃。5番バッター山田、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打ってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずインサイド落ちました、打球は切れてスタート、切れました、ファールボール。打ちました、サード取った、一塁送球します、アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番真田、昨日はマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。初球は変化球、当たりません。引っ張った、これはどうだ、取った、一塁を送ります。ランナー出塁しました、ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている坂田、昨日のゲームは4安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。さあこの調子を維持していけるか。打ちました、菊池、二塁を送ります、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね、うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。これはバット出ず三振です、ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は見逃し三振を奪いました。次はピッチャーの打順ですが、先発の菊池がバッターボックスです。ピッチャーの打席ですけど雑にならないようにしたいですね。そうですね、はい、外のボールまっすぐでストライクを取りました。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、好投を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね。バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど、さあまず1球目、初球空振りです。次が2球目、インサイド落ちました、これはどう、ショートの横抜けた、一気にレフトへ、同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁、2番バッター三好、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね、ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。打ちました、これはどうだ、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これで5試合連続安打の。さあ打席には先発の岩田が入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね、
さあ追加点のランナーを置いた場面です。いいまっすぐですよね。外のストレート空振り、力のあるボール、インサイド落ちました。これはどうか、セカンド取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。さあそして打席には岩城入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。打ちました、これはどうだ、ショートの左抜けました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。バッターボックスは2番戸岡。前の打席はジャストメイドでしたよね。はい、引っ張った、これはどうか、レフト前ヒット、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには影浦入っています。さあ追加点の欲しい場面、まだ序盤ですしリードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの影浦、今シーズンの得点圏打率は4割、高めのボールレフトに上がった、ここはフライになっています。レフトが取りました、ツーアウトです。さあそして打席にはドイッチ入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。ノーボールツーストライク、空振り三振、ランナー、バッターボックスには3番鈴木。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インサイド落ちました、これはどうだ、岩田アウト、ワンアウト。バッターボックスには4番高山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。岩田、まずは先頭バッターを打ち取っています。岩城アウト、ここは送球が間に合っています。バッターボックスは5番菊池。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。この回の岩田4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。打ちました、セカンドが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス山田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで5試合連続安打。さあそしてバッターボックスには真田入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取る、ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。2塁ランナー3塁も回った、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。バッターの坂田、今シーズン得点圏での打率は5割3分1厘となって、引っ張った、ファーストを取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。バッターボックスゴンザレス。タイガースこの回1点を入れています。さあ3点をリード、打ちました、センターへ抜ける、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。そしてバッターはピッチャーの岩田。ここインサイド落ちました、これはどうだ、センターに抜ける、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これがチーム10本目のヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。変化球でまず空振りです。あっと真ん中決まった、ストライクを先行させていきます。追い込みました、
空振り三振。ライト方向を流しました。これはどうか。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。3番バッター影浦。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ引っ張った。これはどうだ。レフト前ヒットになります。ホームに送球。影浦オレガ自身本日の初ヒットになります。ツーアウト満塁です。狙っていって空振りです。ボールになります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。ここはランナー返せません。里崎さん、野手の援護もあってここまでいいリズムで投球が続いていますが、この後の継投はどうでしょうかね。まあ今日の内容であればできれば1、2球目打ちました。ライト線へ打球伸びる。一塁線落ちてフェア。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打席には7番バッター西川。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。三振です。まず一つアウトを取りました。打席には8番バッター相澤。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。見逃し三振。ツーアウトになりました。バッターは菊池。ツーアウトランナー一塁です。初球空振りです。2球目は何で来るか。真ん中打ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。5回の裏タイガースの攻撃。バッターは5番山田。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも重い。初球打ち、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターボックスは6番真田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけどこの打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。センター前ヒット。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。初球空振りです。真ん中へ。あっという間に2ストライクです。ボールになります。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。2アウトです。打順は8番ゴンザレス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんでここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。2アウトになっています。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほど、そうですか。三振です。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、この回の先頭バッター岩城、いきなりのホームラン。タイガース一振りで先制。3回の表、ここも三振。次々と三振に切って取ります。その裏、ワンアウト三塁の場面、1番岩城。レフトへ弾き返すタイムリー。タイガース1点を追加します。4回の裏、ノーアウトで2塁にランナーを置いて6番バッター真田。その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。さらに続きます。ワンアウトで3塁にランナーを置いて8番バッターゴンザレス。初球を叩いてタイムリー。タイガース1点を追加します。
配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。お待たせいたしました。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。カープ打順よく1番から始まります。堂林がバッターボックスに入ります。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。いい当たり、これはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス三好、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球、これは大きな変化球。今のは危ないボールでしたよね。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました。ショート前に来る、ショート取った、二塁は無理、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターボックスは3番鈴木。まあタイガースバッテリーとしてはまあリードしてるんで余裕はあると思いますけど、雑にならないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。打ちました、痛烈、これはどう、ショートの右抜けました。三塁を待っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点返しました。さあそして打席には高山が入ります。さあなおもピンチが続きます。向こうの攻撃がいい方、打ちました、ボテボテ、岩田一塁送球します。ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスには菊池が入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。リードはしてますけどどうなるか分かりませんから、気を抜かずにしっかり抑え切らないといけませんね。なるほど、そうですよね。打ちました、一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。5対1、カープが得点を入れています。6回の裏タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号28、トコダが2番手としてコールされています。先発の岩田が打席に入ります。まあやはり好投してるんでもう少し引っ張りますよね。そうですね。インコース詰まりました、堂林が抑えています。ワンアウト。打順はトップに帰って岩城、今日はホームランを放っています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。初球打ち、レフトへ打球伸びる、ここはフライになっています。高山が掴んで2アウト。打順は2番、この岡、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、初球打ち、これで4打席連続のヒット、2アウトランナー1塁。バッターボックス影浦、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。体に近いところ、3球目は何で来るか。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。ただここは左ピッチャーなんで、やりにくい。打ちました、破りました、センター前、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席にはドイッチ入ります。さあ追加点のチャンスです。ここでさらに初球打ち、センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。カープバッターは、里崎さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあここからどういう継投をするかでしょうね。ベンチは当然考えてると思いますよね。はい、継投策、ベンチの采配注目です。打ちました、セカンド正面のゴロ、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。打順は7番西川、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。岩田、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコースを厳しく攻めます。三振を取りました。バッターボックスは8番相澤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。
まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。2アウトランナーあります。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対1、タイガースがリードしています。赤星さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか？気持ちの部分で。打ちました。取った。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。バッターボックス真田、今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。菊池、アウト、ツーアウト。バッターボックスには7番、坂田。今日はまだ当たりがありません。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。空振り三振。これから8回、ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打の長野。タイガースリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、インサイド打ち上げました。打球はライトへ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。この場面で初球から自信を持ってストライクを取ってきましたからね。さすがですね。なるほど。打ちました。ここは打ち上げています。岩田抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の高橋。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね。まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。打ちました。高い打球左中間へ。ここはフライになっています。上がりすぎました。センター掴んで2アウト。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ気をつけていきたい。鈴木が打席に入っています。体に近いところ。打った。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。バックホームする。これで3安打猛打賞。2アウトランナー3塁1塁。バッターボックスの高山、今シーズンの得点圏打率は2割5分となっています。今度も真ん中に来ました。甘いコースでしたがストライクを取ります。打ちました。これはどうだ。取った。1塁へ。1塁アウト。3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対1、タイガースがリードしています。8回の裏、タイガースの子。さあマウンドを任されたのは今村。今シーズン14試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。さあバッターボックスには先発の岩田が入ります。まあここまで好投してるんで。初球打ち、ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。さあそしてバッターボックスには岩城入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。引っ張った。これはどうか、三遊間抜ける。ホームに送球する。これで3安打猛打賞。ランナー3塁1塁となりました。ちゃんとつながったんで、ここが大事ですね。まあそして勝負強いバッターに初球打ち。これはどうだ、センターに抜けました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。バッターは3番、影浦。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。初球打ち、センターに強い打球。これはどうか、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。4番バッター、ドイッチ。
このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。打ちました。ファウルになります。チャンスの場面、振っていきましたが三振。ツーアウトになりました。振ってしまいました。体に近いところ、ワンボールツーストライク。打ちました。菊池、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。初球を狙ってくるバッターですからね、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。なるほど、そうですか。真ん中へ入れてきました。ノーボールツーストライク。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。バッターは6番ピレラ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。岩田、まずは先頭バッターを打ちました。ボテボテ、セカンドが前に来る。ツーアウトになりました。7番バッター西川、今日は3打席全て三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。打ちました。打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。タイガースが見事勝利を収めました。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。